F-4 はアメリカ海軍の潜水艦。F-9 潜水艦の4番艦。当初の艦名はスケートとしてワシントン州シアトルのモーガンブラザース社で寄港した。1911年11月17日に F-4 と改名。1912年1月6日に MF バッカス夫人によって浸水し、1913年5月3日にKH ドノビン中尉の指揮下就役した。太平洋水雷哨艦隊第1潜水艦部隊に配属された F-4 は西海岸近海で練度工場に勤め、1914年8月からはハワイ海域で活動した。1915年3月25日、ホノルル沖での海中での演習中に F-4 は沖合 3km の海域で海中51ファゾムに沈没する。ホノルルに所在する海軍部隊のあらゆる努力にもかかわらず、艦は失われ21名の乗員は全員が死亡した。F-4 は海上で失われたアメリカ海軍初の潜水艦となった。F-4 の船体は1915年8月29日に引き上げられた。海軍の建造技術者 J.A. フュアー。C.B.T. ムア少将らの勇気ある行動と引き上げへの執念で曳航ケーブルが取り付けられた船体は浅い海域に牽引され C. スミス大尉が特別に考案した浮揚箱によって引き上げが行われた。事故調査委員会はバッテリータンクの内側の鉛が腐食しバッテリー室への浸水が生じたため艦の水中におけるコントロールが失われたと推測した。F-4 は1915年8月31日に除籍された。1940年に F-4 の残骸が真珠湾潜水艦基地に埋められた。ありがとうございます。